今回は伝説の打ち切り漫画、武装錬金を紹介していくわ。最終話で月に行くと同時に、赤丸ジャンプに移籍したあの漫画だな。正直この漫画を知らないのは、ジャンプファンとして失格よね。キャラクター設定世界観、すべて取ってみても歴史に残る神漫画よ。今回の動画では、武装錬金の素晴らしさと、ジャンプの打ち切りシステムを変えた驚くべき事件について解説するわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは復習も兼ねて、武装錬金がどんな漫画だったのか説明するわね。よろしく頼むぜ。武装錬金は2003年から2005年の2年間、週刊少年ジャンプで連載されていた、和月信弘先生の作品よ。主人公の武藤和樹は、ある日の夜、廃工場で巨大な怪物に襲われていた少女を助けようとして命を落としてしまうの。しかし、その少女、津村時子に、錬金術の成果である核金を心臓に埋め込まれ、命を救われる。同時に、核金が生み出す武器、武装錬金の力を手に入れた主人公、武藤和樹は、人を喰らう怪物、ホムンクルスの存在を知り、錬金の戦士として戦いの世界に足を踏み込むことになる、というストーリーよ。和月信弘先生って、るろうに剣心の作者だよな。そうよ、武装錬金は、るろうに剣心と違って、現代が舞台の漫画ね。メカニカルな武器や敵が登場する、ハイテンションな作風となっているの。なんとなく、男心をくすぐるデザインだったのは覚えているぜ。武装錬金が始まった時に、ジャンプで連載されていたのはこの通り。遊戯王は物語の終盤でファラオ編あたり、ワンピースは空島編あたりね。今の子供たち。遊戯王が漫画で連載されてたこと知ってんのか？さあどうかしら？漫画の存在自体は知っていても、ツッコミどころ満載の、バトルシティ編は知らないでしょうね。遊戯王で笑ったシーンがあれば、コメント欄で教えてくれ。マリサやめて、今回は武装錬金の解説動画よ。話を戻すわね。武装錬金はストーリーこそシンプルで、熱血主人公の武藤和樹が、敵である人を食う化け物。ホムンクルスをバッタバッタと倒す完全凶悪のストーリー、友情努力勝利の3拍子全てが揃ったザ・ジャンプ漫画といった印象ね。何よりも登場するキャラクターに魅力がありすぎたのよね。覚えているぜ、全身タイツで超マスクのあいつだよな。あのインパクト、さすがに忘れないわよね。この辺少し詳しく説明するからしっかり聞いてちょうだい。武装錬金で特に人気があったキャラクターを2人だけ紹介するわね。まずはヒロインである、津村時子よ。時子さん来た。主人公、武藤和樹を、核金で復活させた張本人で、錬金戦団と呼ばれる戦士の一人。顔に一文字の傷がついており、性格はクールだけど、実は短気で負けず嫌いなことから、仲間に、切れると凶暴で手に負えなくなる、と言われているわ。作品では、主人公の武藤和樹含め、ボケ役のキャラが多いのだけど、その中で唯一、ツッコミ役を買って出る重要なキャラよ。武装錬金の女性キャラでは、もう一強だったよな。そうね、ファンからも人気がすごくて、読者アンケートでは、主人公を抑えてなんと1位。一部では一人で大量投票したファンがいたとかなんとか。女先輩キャラだけど、どこか隙があるというか、言葉で表せない魅力があるよな、時子さんには。あんまり詳しくないけど、薄い本もたくさん出ていたそうね。なんだとけしからん。次に紹介するのは、パピヨンこと、京の公爵よ。そんな本名だったんだな。パピヨンっていう名前が強すぎて、完全に忘れてたぜ。主人公武藤和樹の宿敵であり、錬金術で永遠の寿命を得た人型ホムンクルスね。IQ は衝撃の240、頭脳、戦闘力、共に超一流だけど、見た通り、美的センスは明らかにおかしい変態よ。こんな変態がライバルとか、今考えるとめちゃくちゃだよな。確かにそうね。だけど、その見た目とは裏腹に、ジャンプ史上屈指の愛されキャラなの。主人公との決着のため、たとえ味方であろうと余裕で裏切る、一貫した性格。最初はライバルとして見ていたけど、途中からなんか、親友みたいな位置づけに変わっていたのを覚えてるわ。変態だけどなんか憎めないキャラだったよな。当たり前のように主人公たちを助けてくれるし。その見た目も相まって、ファンからは、パピヨンしか覚えていない、とも言われるくらい、個性的なキャラね。確かに忘れられないな、こんなキャラ。ちなみに余談なんだけど、中の人が、コードギアスの扇かなめと一緒なの。主人公の武藤和樹は福山潤で、ルルーシュと一緒。パピヨンは最後まで和樹を見捨てなかったことから、当時インターネットではよく企画の対象になっていたわ。大騎士ね。さらに、この作品を有名にしたのが、アニメの主題歌よ。ぶっちゃけ漫画は読んだことないけど、この曲だけ知っている人もいるんじゃないかしら？聞くとテンション上がるんだよな。そうよね。今あるおしゃれなアニソンじゃなく、泥臭いまさに、熱いアニソンよね。
当時、ニコニコ動画では、曲のサビで赤字のコメントが画面を埋め尽くしていたの。本当に懐かしいわね。昔は YouTube よりニコニコ動画の方が流行っていたからな。今のキッズたちにはわからないだろうな。せっかくだからコメント欄で当時を再現しましょうか。途中までの歌詞を置いておくから、よかったら真っ赤なコメントをちょうだい。でも霊夢、そこまで人気だったのになんで打ち切りになってしまったんだ？そうよね、おかしいわよね。マリサはどうしてだと思う？サイレンの時みたいに、他にも面白い漫画が、たくさん連載していたから、とかか？それもあるわね。だけどこの漫画の打ち切りには、悲しい背景があるの。悲しい背景？なんなんだそれは？当時、武装錬金のコミックスは、漫画業界全体でも、上位に入るくらい売れていたの。だけどなぜか、ジャンプの読者アンケートが、全然良くなかったのよね。え？単行本は売れている。けどジャンプを読んでいる人の評価は悪かった。ってことか？おかしくないか？そう、明らかにおかしいの。でも今までの説明で、勘のいい視聴者は分かったんじゃないかしら？もったいぶらずに教えてくれよ。そうね。答えは大きなお友達よ。トキコさんやパピヨンは、どちらかというと、大人のオタクたちが好きな要素満載のキャラだったの。彼ら、大きなお友達は、その経済力からコミックス新刊が出るたびに、本屋の単行本を買い占めていったわ。だけどわざわざジャンプ編集部にアンケートを送る人は、ほとんどいなかったのよね。当時はスマホなんてものはなく、インターネットが今みたいに普及していなかったから、作品の人気なんて読者アンケートでしかわからなかったのよ。ジャンプ編集部はおかしいとは思いつつも、アンケート至上主義のルールにより、仕方なく打ち切りにしてしまったのね。マジかよ。大きなお友達、アンケート出せよ。この事件からジャンプ編集部では、コミックスの売り上げがいい漫画は、打ち切り後に姉妹雑誌に移して連載を継続するという措置を取るようになったの。武装錬金も打ち切り後に赤丸ジャンプに移動して、無事完結することができたのよ。なるほど、なんでラストだけ赤丸なんだよ。って思ってたけど、そういう背景があったんだな。納得したわ。ちなみにもし打ち切りにならなければ、主要キャラを殺しまくる打ち展開を作者は考えていたとか、ある意味、打ち切ってよかったとも言えるわよね。この作風で打ち展開は考えられないぜ。そういった意味でも、この武装錬金は、かなり異例の作品とも言えるわよね。打ち切りになったと思えば、別の雑誌で最終回を迎える、おまけにアニメ化までするという愛されっぷりよ。人気だったのかそうじゃないのか、よくわからんな。最近は昔のジャンプ漫画が、いきなりアニメ化することだってあるし、当時ジャンプを読んでいた世代からすると、激アツよね。他にも面白い漫画はたくさんあったから、ガンガンアニメ化してほしいわね。令和キッズに、平成ジャンプの面白さを知ってほしいぜ。